どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2E のあかねです。今日はですね、実際に去年 A2E チルドレンとして講座を受けて A2E と一緒に就職活動を行っていったチルドレンたちに来てもらっていますので、ぜひ生の声を聞いていただいてですね、 A2E チルドレン、あ、こういう活動なんだ、こういうことしてるんだと、あ、じゃあ A2E と一緒に就職活動してみようかなと、ぜひ皆さんに検討してもらいたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではお呼びします。前撮りです。今日は森さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いしま す。それでは早速まずですね、 A2E チルドレンになったきっかけ、これをですね教えてもらいたいですね、はい。私が専門学校3年生で、みんなが就職の時期に入った時に、自分もどうしようかなっていうふうに思っていて、で、1個目の歯科医院、勤める歯科医院で絶対に失敗したくないなっていう思いがあって、うん、でやっぱり求人だとその見えない部分とかで、その感染管理とか治療とかをしっかりしている歯科医院に勤めたいなっていう思いがあって、そこで A2E のあかねさんだったらいろいろな情報をくださるかなっていうふうに思って決めました。おー、なるほど。実際に森さんは、就職活動で見学に行ったりとか面談に行ったりとか、されたと思うんですけど、その中で、あ、これ講座の中のものが使えたよっていうこと何かあります？その講座の中で人に与える印象、その第一印象が大事だよっていうのを頭に入れて、その面接に行ったんですけど、その時にその言葉遣いだったり、その笑顔でお話しするだったり、そうですね、その人にそのなるべくいい印象を与えられるようにっていうのを意識して挑みました、うん。チルドレンになって良かったトップ2挙げるとしたら何ですかね？今 の、 その就職先につなげてくださったことと、うん、その社会人としてのそのマナーだったりを学べたことです。おー、らしいですよ、強さん。嬉しいですね。今いいことをたくさん伝えてくれたんですけど、はい、逆に A2E チルドレンで講座を受けることだったりとか、なってみてで何かこれは大変だったなとか、なんか思い浮かぶことってありますかね？なければないでいいんですけど。でも講座全部5回すごく楽しませていただいて、そこで苦労はなかったんですけど、一つ挙げるとすれば、その面接の練習とかが結構緊張しいなので、そこはちょっと大変だったかなっていうふうに思います。面接の練習が大変だった。いっぱいあったってこと？いや、緊張でちょっと、あ、なるほどね、気持ち的に、はい、あ、気持ちがそうです。練習になったってことじゃない？そうですね。それは講座を楽しく受けられた理由ってなんだ、なんで楽しかったんですか？と、内容が面白かった。一応先生とのお話が楽しかったです。ああ、お話がね、少人数でやってきたから、自分も発するっていうのが良かったのかな。そうですね。なるほどね。今後、A2E チルドレンちょっと考えようかなっていう人いるかと思うんですけど、どんな人がなるといいと思いますかね？やっぱり私は一つ目で失敗したくないっていう思いがあったのと、そのしっかりした委員に働きたいっていう思いがあって、そこでやっぱりその求人では分からないようなことをその知りたいなっていう子たち、その就職で失敗したくないって思う子たちに進めたいなって思います。A2E チルドレンになるとですね、最後評価試験的な感じで公開のオンライン面談をするんですね。歯科医師の先生から直接いろんなこと聞いてもらって、で他の全国のね、院長先生でちょっと興味を持ってくださった先生方が見てくれるっていう Zoom のオンライン面談をしたんですけど、その様子をちょっと今日あるのでちょっと見てみましょうか。どうですか、周りの人たちとか結構その国家試験近づいてきて、どんな雰囲気ですか？私の周りはまだ就職活動してる、が多いので、まだ就活、国試っていうよりは就活っていう雰囲気で。ああ、なるほど。皆さん就活ってどんな感じでされてるんですか？どういう歯科医院に行ったりとかっていうのは、あの
自分で求人を見て、うん、気になったところで手元に紙があったの。そうですね、ビキメモして頭が真っ白になった。インターネットのグッズとか調べたりとか、そうです、ジョブメドレーを見たりとか、そんな感じですかね。はい、森さん自身はあるんですか、何か特にこういうことをやっていきたいの。まだまあ、始まってないですけど。私は予防と心理に興味があって、予防しかその患者さんの口腔内の衛生状態をまず先にしっかりさせてから、その後ちゃんと患者さんのための心理治療をしたいなっていうので、その治療をしっかり根本的なところからしっかりしているところに就職したいなっていう思いがあって見ていたんですけど、求人だけを見るとそこまで細かくわからないので悩んでました。こんな感じで見ていただいて今見ていただいて多分思い返されたと思うんですけど、緊張しましたよね。すっごい緊張しました、うん、どうでした、やってみて。でもすごい貴重な経験ができたなっていうふうに思うんですけど、うん、もうちょっとその喋れるようになりたいなって今思いました。まあこれからですね、そこはね、まあ、慣れもあるかもしれないですけど、まあ、全国の学生たちが A2E に就活サポートしてもらうんだったら何を期待しますかっていうのをアンケート実は取ってまして、そちらのですねアンケート結果から A2E に何を期待してるか、でその期待してる内容に答えられてるかなっていうのを実際チルドレンで受けてもらった森さんにちょっと回答してもらうと、はい、もうリアルなところをね回答していただきたいと思いますので、はい、で今回のこのアンケート結果は212名の結果をもとに、出しております。トップ3ですね、上げていきますので、いきます、はい、まず第3位としては40名の方がですね、これ選んでというか回答してくれました。まあ、委員の実際の情報を A2E に、まあ、聞きたいと、要は歯科医院とその本人学生さんじゃなくて A2E が第三者の立場としてその医院のリアルを教えてもらいたいっていうことを期待しているよう で具体的にはこちらにあるように、いろいろなことの、まあ、メリットデメリットを教えてほしいとだったりとかね、あと具体的にあったのが昼休みに昼寝ができるかどうかとか、まあ、実際の人間関係、リアルな人間関係を第三者から見てどうかとか、この人怪しそうだよみたいなとか、そういうのとかを聞きたいっていう風に書いてましたね。であとは、まあ、茜先生だからこそ、まあ、ここが魅力だと思うところ、まあ、私のちょっと主観的な意見をもう聞きたいっていうところも言ってくれてるんですけど、さあどうですか、これできそうですかね。人間関係は、すごく多分みんなが一番気になるところだと思うので、そこは茜先生にもその一度委員に行っていただいて、いろいろ話を聞いていただいてから私にそのおすすめ紹介をしてくださった時に、人間関係のこともいろいろこの人がああだったよとかいろいろ教えていただいたのと、条件に関してもずっとその違うところだったら私がこう言うのでっていう風に強く言っていただいたので安心感はありました。ああ、よかったよかった、はい、なんか逆にデメリットとかって何か言ってましたっけ。デメリット、でもその求人 の, その内容とかもその一つ一つ一緒に確認していって、まあ、悪くないよねとか、ここはこうだよねっていう風に話ができたのも良かったなって思います。大丈夫です、良かったです。押し売り感なかったですか。大丈夫、大丈夫ですか。良かったです、ありがとうございます。ということで委員の実際の情報は A2E がしっかりですね委員を調査した上で、まあ、紹介できるかなって思っているので、それ良さそうですね。はい、じゃあ次、この2番目と1番目が同率で46名の方が選択してくれたんですけど、まあ、自分に合った委員を提案してほしいよと、提案することを期待しているということなんですけど、まあ、具体的にはどんな就職先が自分に合ってるかアドバイスしてほしいとか、自分の性格に合った委員を紹介してもらいたいと、自分の条件に合ったところを見つけてこいっていうよりかは、私ってどこが合ってますかねみたいな、そういう感じの人が多かったんですよ。感じ的に話していって、あなたってさこういういいとこがある、じゃあここがいいんじゃないみたいな、そうなんかリンク付けて紹介してほしいっていう風に思ってるみたいなんですよ。
そんな感じでした、うん、話していてその森さんって意外と芯があるよねって言われたのが結構、うん、なんか人からそういう風に言っていただくことがなくて、それは結構自分で新鮮でした。あ、そう。喋ることが苦手なので、うん、その結構話していても伝わるかなっていうか、自分のその思いとかがあんまり伝わるかなっていう風に心配してたんですけど、うん、でも結構伝わってくるよって言ってもらって、うん、でその就職先もその森さんはこうだからこういうところが合ってると思うって言っていただけて、うんうん、でそのつなげていただけた場所もすごくいい歯科医院だったので、うんうんうん、もう感謝しています。そうですか。あ、嬉しいですね。ということで次、あ、これが最後ですね。第1位、さっきの同率なんですけど、これ私的には結構意外で、46名の方が選んでくれたんですけど、就活のための教育を A2E に結構求めてる人が多いみたいで、純粋にいいとこ紹介してよだけじゃなくて、いや、こういうこと教えてほしいっていう教育を求めてくれてて、どのようなことを面接時とか就職後に行えばいいのか、そういうことを教えてほしいとか、履歴書添削してほしいとか、面接の練習をしてほしいとか、見学の際にどこを重視してみればいいのか事前に教えてほしいっていうことなんですけど、これは A2E ではどうですかね。面接たくさんやったからね。そうですね。面接の練習は何度かしていただけて、うん、その講義の中でその野党側 の, その与える印象とか、うん、その野党側が雇われる側に求めてることとかも教えていただけたので、そこはその素直な姿勢で挑もうっていう気持ちでいけたのと、履歴書添削はしてもらっていないんですけど、うん、でも多分いいアドバイスをくれると思います。確かにそうだよね。履歴書の添削って、あ、そうなんだ、してほしいんだと思って、うん、してほしかったですか？そうですね、結構不安になりながら書いてはいます。あ、そうなんだ、言ってくれればよかったのね。ありがとうございます。自己アピールの欄とか、あ、どういう風に書いたらいいかなって。あ、なるほどね、思ってる。あ、分かった。じゃあこれからそういうのも入れていくんで。じゃあ教育的なところは、まあ、今回履歴書については希望がちょっと分かんなかったんでやんなかったですけど、教育系は大丈夫そうですかね。はい、ということです。入る前はこういう歯科医師になりたいとか、具体的にこういうステップを踏んでいくっていうのがあったと思うんですけど、入ってみて再度次はどうしたいとか、今目標なんか決めてます？今はもう、その衛生士としてその患者さんを、いつか自分の患者さんを管理したいっていう思いでやってます。あ、じゃあ自分の担当の患者さんをまずもう持てるようになることが一番の目標。はい、おー、いいね。まあ、これから A2E チュードレになろうかなとか、どんなんなんだろうって、 もうちょっと聞きたいなとかっていう人はもしいましたら、私たちを通じてですね、森さんに質問することは可能ですかね？大丈夫です、もちろん。ちょっと聞けることを聞かせてもらいますので、はい、何かあればですね、聞いていただければと思いますし、はい、チルドレンの先輩ということで、今後もどうぞ私でよければよろしくお願いします。どうもありがとうございました。緊張しました？緊張しました。A2E は就職活動のサポートも行っています。 A2E チルドレン募集中です。詳細は概要欄をチェック。